ヒゲじいさんです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は伊豆ヶ原湖周辺の観光スポットを案内します。おはようございます。朝の5時半です。茨城湖の5時半です。やはりチクチクがついてます。5時半のフェリー乗り場です。6時50分ぐらいですが、今日も雲が多くて綺麗な朝日が見れそうになるので、今日は朝焼けはというか朝日は諦めたので、フェリー乗り場で昼のことをしてたら真っ赤だったので、来たら終わってました。本当にタイミングは難しいです。6月の24日、綺麗な朝焼けです。そしてこちらの方が茨城湖になります。町の方はこれから右奥に広がってます。こちらがお船跡になります。湖面に雲を吸ってなかなか綺麗です。清水山を走る後はこの動画では傾斜が分かりにくいですが、30度ではいかないですか。ここで苦労しました。駐車場までです。車では来ない方がいいと思います。